ここを通るのは絶対無理。でも向こうに行かないとダメだ。いやだな。ふんだんに水があって、景色としてはすごい紅葉もしてて美しいねんけど、あっち側がね、これどうやって行ったらいい。苔だらけですごい滑るし。ここ渡りましたよ。あやこハマるとこだった。行きましょう。ソーパ、これがガードレールで塞がれてしまってて、よし、ここが奈良交通の笠又山登山口で、眩しいな。平日は？早上好，我是マサシ。今日は笠又山に登ろうと思います。強烈やな。よいしょ。登山入り口。さあ、朝の8時です。1時間も回り道をしてしまって、またスタート地点から登り始めた。ああ、道がおかしいなと思った時点ですぐに確かめないとダメだな。教訓だ。1時間も道迷った。ああ、しんどい。大普賢岳の方に行ってしまうところだった。危ない。ちゃんと見ないとダメだ。ああ。綺麗じゃん。ああ、ほら、ああ、綺麗だ。大普賢岳の方に向かって間違った道を歩いてて、途中でね、もう沢が崩れてたんですよ。それでここを無理して登っていくのもなと思って、 Google で調べたらちょっと離れてて、これはいかんということで戻ってまいりました。途中痩せの鹿がね、跳ねて逃げていって、ビデオカメラもしまい込んでたんで撮影はできなかった。ああ、ここ綺麗な、すっごい紅葉が綺麗。ああ、気をつけないと。ああ、思い込みは怖いな。しっかり確認しないと。きれいだわ。今日はりくちゃんの誕生日だよ。たししうすいすいか。ちんちんたししうすい。おどんな。綺麗です。チェンピャオリアン。あ、美しい紅葉。すごいな。よいしょ。紅葉が綺麗な。今度こそ間違いないでしょうな。ここで間違ったらなくだよ。
綺麗だ。ちょっと寒いけど、ちょっと寒いけど、なんか苔が生えてて、わあ、こっち綺麗。奥とかの感じで、これは綺麗だけど寒い。寒い。綺麗だ。すっごい綺麗。綺麗だ。ここ通るのは絶対無理。でも向こうに行かないとダメだ。綺麗だな。ふんだんに水があって、景色としてはすごい紅葉もしてて美しいんだけど、あっち側がね、これどうやって行ったら、苔だらけですごい滑るし。ここ渡りましたよ。早くハマるとこだった。あー、でも綺麗な。あー、綺麗だ。よし、ここから唐沢駅、枯れた砂か、急に静かになった。中国のヨークの動画にコメントを書いてくれた中国人の方が何人かいらっしゃっても感動しました。コメントの見方すらわからなかった。なかなか返事を書こうと頑張るんだけどうまくいかないんだ。またこのおばさんまた山の動画も投稿しますね。シーピンか。ていうか、ああ、綺麗。なんか苔むした緑の感じも綺麗な。こっちは紅葉か。ああ、もしかして、一年で一番いい時期かもわからないね、この辺りは。ああ、いいとこ。水量地、あ、ちょっとだけ水流れてるやん。お、上がまた綺麗。あ、目指すあっちだ。ギュッて、こっちか。水がちょろちょろ流れてる。あ、まぶしい。綺麗な。あ、取れないやろ。あ、頑張って歩いた人だけが出会えんねん。ほら、どう撮るか迷うな。海も綺麗だしね、え、下もなんか唐沢で、これはこれでいい感じかな。あ、あそこに大普賢岳と近いんかな。まさ、また山なんていうの竹の靴って、うん、はあ、こっちか。今回も撮ってるけど同じような今回撮ってるけど綺麗だな。
ああ、綺麗だ。綺麗なぁ。ああ、この辺も綺麗だ。はあ、ロープ張ってる。うわ、うわだ、トゥーツ、うわだって。ああ、腹減った。喉も渇いた。オーシャンホーチャーや。ああ。すごい行かせ方。こう行って、見えるかな？あ、こう行って、回っていくんやわ。すごいな。うん、ピャーディアな。めっちゃ綺麗よ。なあ、これは綺麗だ。ああ、これは綺麗だ。なあ、よいしょ、こっちやな。まぶしい。おほ、ちゃ、お、し、なんていうの、シャンチエというのバナナ。お茶を飲んでバナナを食べました。頑張ろう。お、ヒュッテって書いてある。ヒュッテがこっちっていうことだな。よいしょ。あ、こっち165って書いてあるのか。すぐ行って、なんかぐるっと回って、あっちに行くんだな、きっと。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗じゃないですか。ねえ。どういうんやろ。綺麗なぁ。で、なんかこういう風に行くんやろうけど、気が倒れてて行けない。こっち行こう。あ、でも声は綺麗。少ないけど本当に美しいですね。チャンネル2で、はあ、近いな。